第2回目のやり方は、Windows 10の ISO で、8.1 を上書きインストールのやり方です。先ほど焼いた DVD を、ダブルクリックします。すると、セットアップが起動するので待ちます。ここは、少し時間かかります。そのまま、次へをクリックです。ここから長いので、カット編集してます。ここも、次へをクリックです。Windows 10のインストール作業ですが、ここも、かなり時間かかるので、カットしてます。再起動されています。このあたりも長いので、カット。ここからまた、100% まで、時間が長いので、カットしてます。ここは、そのまま、次へをクリックです。ここも、そのまま、次へをクリックです。ここも、そのまま、次へをクリックです。このあたりも、少し長いので、カット。まだ、続きます。このあたりも、カットです。やっと、完了したみたいですね。メニューが変わって、Windows 10になっています。これで、ISO から DVD に、焼いて、上書きのインストールは終了です。